フィラデルフィア市長はアメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアの市長であり、フィラデルフィア市検証において最高経営責任者として規定されている。初代市長、ハンフリー・モーレーは市の創設者、ウィリアム・ペンからの任命を受けた。二代目のエドワード・シッペンは、ペンより1701年検証家の最初の市長として任命された。 その後フィラデルフィア市議会からさらに2期選出され、その後の市長は市議会により選出された。いかなる対価も払われないため、候補者の中には市長となるよりは罰金を支払った方がマシだと強く嫌がる者も,も多かった。1704年にはクリフィス・ジョーンズ市会議員が選出されたが、市長就任を拒否して20ポンドの罰金を課された。 1706年のトーマス・ストーリー議員が罰金を課せられ、1745年のアブラハム・テイラー議員は30ポンドの罰金を課せられた。なお、以下の者も,も同様に罰金を課された。1747年にウィリアム・アトウッドの引退時の要請で、市議会は100ポンドの年俸支給を決定した。しかし、同年にアンソニー・モリスが選出を避け、密かに、 バックス軍に逃亡して3日後見つからず、再選挙でアトウッドが2期目を務めることになった。1826年に降市議会はフィラデルフィア全市民を市長に選出可能になった。1839年から一般投票による選出となった。一般投票の過半数を獲得する候補者がなかった場合は競技会が2大有力候補の中から決めることになる。 一般投票で選出された市長は、ジョン・スウィフトが初である。任期は1854年に2年、1861年に3年、1885年に4年となった。1951年に2期で連続には、政権がかかった。ありがとうございます。